大笑い竹、大笑い竹、大正竹、ジムノッポラスジュノニアスは原竹目風船竹科の毒キノコ。従来の学名は G スペクタービリスだったが、現在はシノニムとなっている。似た名前のキノコに笑い竹があるが、分類学的に禁煙なわけではない。全世界に広く自生し、紅葉樹によく生える。独特の汗臭いような匂いがある。 アメリカでは白紙瓶が検出されるが、日本のものからは検出されておらず、ジムのピリンが中毒の原因であると考えられている。また2010年代には、ジムのピリンは、ラットの脳に作用せず、他に、メタノールから抽出した成分が作用するとも、考えられている。傘の小道は5から15センチメートル、柄は5から15センチメートル、太さは6から30ミリメートルほどで、 傘は半球形内脂はゅう型から平らに開き、黄金色内脂は黄色、褐色、褐色系黄色であり、だは黄色から後にサビ色となる。肉は炭鉱色で繊維質。柄の上部には唾がある。秋にシコナラなどの枯れ木に密生するように生える。日本のみならず全世界に広く自生する。8から11月、紅葉樹。 稀に新葉樹に発生。木の生死は関係ない。やや稀に、傘径20センチメートル以上の巨大なものが発見されることがあり、ニュースなどで取り上げられることもある。発生事例は、宮城県、山形県小国町、新潟の奈良の木、群馬の菓の木、富山県東都並郡と奈村と山大図国の裏山、菓の木の根元、9月の東京渋谷区、 10月の町田市、石川県、京都大鼓山、宮崎神宮。主名のスペクタビリスは、ラテン語で目立つという意味で、堂々としたキノコであり、人目を引く。同族には、G リクアイリティ、緑杉竹、G エリグナサスなどがあり、大洗竹同様に苦味を持つ。全体的に黄色みがかった褐色で美味しそうに見えるが、肉は汗臭いような。 不快な周期を持ち、味は強烈に苦い。食用のと間違えられることがあるが、黄金竹は苦くなく、地上に生えることから、区別できる。強い苦味があるが、歯切れはよく、大型なので食用の価値がある。大洗竹は、フランスでは市販されオリーブ油につけて食用である。東北でも大洗竹を食べていることがあり、煮こぼして塩漬けし二三ヶ月保存すれば毒が、 緩和されるので食べ物の少ない冬に備えた。大笑い竹を指す方言に、男舞竹、ドコンぼ山形、踊り竹、岩手、青森、キジャニジャも出し、秋田、にが、キノコ、に、学校、秋田、笑い、笑いも出し、秋田といったものある。1950年代の研究では、人工栽培のためかなり形態の違ったキノコが発生することになったが、 pH6 前後、25度から30度で、よく発育し、30度では、菌糸は7から10日で十分に広がり、この菌糸体を15度の場所へ移動すると小実体、キノコを発生し、大抵は多発し、ごく稀に、炭生する。1週間で育ち盛りとなって、その後1週間までに傘を発生し、傘の発生から1ヶ月程度で枯れるが、 さらに5度の場所へ移動すると数ヶ月その状態を保った。誤食すると幻覚を起こす。日本の大い竹からは幻覚成分の白ビ瓶は検出されておらず、別の成分が関わっていると考えられている。中毒症状は日本で初めて確認され、今関陸也により海外に紹介された。1917年、大正6年に、 先に、笑いたけの中毒を確認した、河村誠一は、同じように命定して、やたら笑ったり踊ったりするような中毒を起こす菌種が、別にもあるとも限らないので、翌年の植物研究雑誌に症状と菌種を精査したいと、付記しておいた。そうしたところ、1922年には、群馬県宝泉村の20歳の若者が菓子の、切り株に生えたキノコを食べて、 軽症の中毒を起こしたというとで、そのキノコを送られてきて、その種を確認した。欧米では中毒は知られていなかった。先のものより大きいことから、大笑いたけと命名した。1950年代の中毒例では、裏山で採集したキノコを汁物にして食べたところ、生きようようとやたら愉快となって笑いまた幻覚を見たが、呼吸器、循環器、消化器には異常がなく、 症状は8時間ほど続き、失禁もあり、眠って起きた後は平素に戻っていたというものである。北米の大洗竹からは、白紙びん、幻覚成分が単離され、他の日本産の幻覚性キノコからも白紙びが検出されるが、日本の大洗竹からは検出されなかった。ドイツ、山形県、宮城県で採取された大洗竹からは、検出されなかった。 1982年、1984年の報告で、組成分としてのジムのピリン、その他関連成分のジムのピリン A と B などと命名したものが検出された。組成分ジムのピリンに中枢神経作用があるとの基礎研究があり、1980年代には幻覚誘発の原因ではないかと考えられた。しかし2010年代までには、 鳥取大学農学部附属菌類キノコ遺伝資源研究センターの研究では、培養した大洗竹から抽出したジムのピリンは、平らなメスじ肢管作用があるものの、ラットの脳神経細胞は活性化させず、一方メタノールで抽出した成分は、ラットの脳神経細胞を活性化させており、グルタミン酸などの脳細胞活性化物質、神筋の機能不全に関係する未知の物質が発見されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。